皆さん、はじめまして。兵庫県の野瀬川キリスト教会神学生の中島豊です。現在は奈良県にある kbi 関西聖書学院にて宣教師を目指して勉強中です。今回は賛美集会グローリー第5回についてプレイズニュースをお伝えいたします。2024年7月27日群馬県にあるサンライズチャーチ前橋にて日本のリバイバルを目的として超教派の賛美集会グローリー第5回が開催されました。賛美集会グローリーは誠に水が海を覆うように地は主の栄光を知ることで満たされるというハバクク書2章14節の御言葉から日本、世界に主の栄光が満ちることを願い活動しています。青少年をメインの対象にしつつも、老若男女、国境も越えて集まり、現地で約40人、オンラインでは約140人の方々と共に神様に心からの賛美を捧げました。主の愛に浸されてというテーマで、どのように神様がこの働きを導かれたのかという証を聞き、油山シャローム教会、中山聖伝道師による十字架に示された父なる神の愛についての御言葉に耳を傾けました。今回の賛美集会によって霊的な打ち破りが群馬、関東、日本中に起こされていったと信じます。最近イエス様を信じ初めて教会に来られた A さんは楽しかったとコメントをくださり、教会に今後もつながりたいという思いが与えられていました。教会を探している B さんはこれからこの教会に集いたいと話しており、C さんは今までで一番の賛美集会だった、集会中涙が止まらなかったと話されていました。ではここから参加された方からの感想インタビュー動画が届いておりますのでご覧ください。グローリーに参加させていただいて、たくさんのクリスチャンの方と一緒に神様を賛美できて本当に嬉しかったです。メッセージの中でもイエス様の十字架っていうのが本当に自分の罪のためだったんだなと感動をもう一度覚えることができました。ありがとうございました。個人的には今回の賛美集会グローリーを通して日本各地で賛美集会をしていきたいという志が新たに与えられました。神様の愛に浸され、神様の人々への宣教の情熱の心に合わされて委ねられた賜物を用いて使いつつ、日本、世界のリバイバルのために立ち上がっていきたいです。これから群馬の地に、また日本各地に神様への賛美が湧き起こり、日本の背後を覆う霊的なバリアが打ち破られて日本中に大リバイバルが起きることを期待しています。今回この集会のために祈る鳥なしのチームが継続して祈り続けてくれました。当日は聖霊の臨在に圧倒されて涙が溢れてきました。多くの兄弟姉妹が主に触れられ、神様の愛に捉えられ立ち上がっていく姿に感動しました。祈りに応えて働かれる神様に信頼して日本の救いを熱く求めていきたいです。以上、群馬県から中島がレポートいたしました。